アグフ強いな、強いね。そういえば、カメンチはいつもマージャン打つらしいけど、みんなどんぐらい強いの？え？どんぐらい強いの AJF さんとかは。めっちゃ強そうなイメージなんだね。いや、AJF はね、マージャン細いのよ。え？マージャン細いのよ。細い系男子なのよ。細い、細いっていうか、なんか、堅実なんでしょ？運がない。あ、そうなん。うざいね、お前。いや、これは事実だから、事実。あ、そうなんだ。うん、これはね。カメシは何も考えずに打ってるってだけじゃないの？俺は煽りながら打ってる。あ、そう。カメシが、なんか、カメシが来るとお金が儲かるってみんな言ってたから。いや、違う違う。はい、出てくるのは、藤本さんのメロムです。あ、ボブさん折れればいい。いや、もうええわ、お前。ザマイビー、これ、潜れず、しかし、風神。前に前に出ていきます。前ハイスラー、落として、じゃんけん、弾けない。バースト読んで、弾が1個残ってる、2つ、3つ、そして雷球、2S、まだループする、結構痛い、足払いからカーカス拾って、前系、ジャンハイ、ジャンディ、ループコンボへ、前ハイスラー、ダブルヘッド、モビット、勝っているのはフィンドメダム1本選手、素晴らしいですね。いやコンボ面白い。せやな、コナミ感やめてろって、お前。25のハメージのドヤ顔を返したすが面白かったけどね。そう、ダメージは減ったものをコパンで返して風神。あー痛い。これはリンから一足飛び、つなげられず、中央 NS ダッシュを追い返す。あー長所が飛んでる、やべやべ。そして 2K から、あ、芝うまいんですけども、まあさすがにね、覚醒は しなかった感じですね。さあガードゲージが溜まってくると、この中段カウンターヒットすると浮きますので、とんでもない火力になってしまう。そして画面足追い詰められて、ジャンハイからバースも読んでガード、風神からジャンケー、持続が長い。逃げるとき大体マイジャンプしてホールとして当たり判定引っ込めた感じでジャンケーっていうのがなんかね、よく見るっぽいんでね。さあ前に出るが、ここはマイピーしっかり勝ったのはフィノメノム。あー、かっこいいコンボだなー、これかっこいいわ。とうとう出てきた。誰？アイマン。マジかよ。サボトン用意。さあ行きましょう。アイマン対するはフィノメルム。今日は勢いあるからね。うぜえ。お前何様だよマジ。ダメじゃん、ドヤ顔でね、ごまかしてもダメだから。ライキューからジャンケー、ニエス、マイピー、ちょっとこれは怪しい感じ。さあ、ダッシュをニエス、止める。さあ、アイマンが、こう、先ほどね、スタン、アウのコンボ、安いって言ってたのに、ライドを絡めたコンボをやってくれることに期待したいんですけど、とんでもない状況で、アメハジ、ライキューがガリガリ削って、ここはフォルドを解いたところにキンゲス2段目、勝ったのは、ミノメノム、第2ラウンド。シャーン S から SS、はい、ベイパースロスト、中央、ここはループには行かせない、オキシメンは行かせないですね。さあ、チャージを重ねて、コパーンからグリーのセバー、うおー。さあ、ぴょんぴょん飛んで、もう一回、チャンス、前ヘイから前に出る、前ハイスター、ここはデッタングル、無理はしない。弾2つ弾いて、ここは前に出て、弾のない状況にしたいが、前ピー、ここは空振り。おフェイントキャンセルからのね、カーガスキャンセルか、カーガスキャンセル あるわけないな、ステンカーか、あるか、うわ分かんのかな、どうでもいい。あスロスバック見せたがダメ、痛すぎる。あダストちょっと舐めちゃおうかなって感じで、超速いダンスから飛んできます。なんか遅そうに見えるんだけど、あれ速いんだ、めっちゃ速いですね。攻撃レベルによって球のスピードが変わりますね。どうして遅いんだろうと思ったら、うわめっちゃ速い。アイマンシス。ザブトンが飛び交っております。
お客様おやめくださいめっちゃおもろいからちょっと座布団ダンマーからやめよう超やめんだけど座布団飛びすぎだろ、もっと飛んでこう やべえなこれ、あいまいいな、面白いな座布団やべえ、あー面白かったさあ行きましょう、出てくるトーンさんのジャスティス対フィノ・ベノメン、この組み合わせは結構面白い組み合わせなんだよね、とハメンチュがおっしゃっておりますが、まあ実際なんかね、の試合とか見てても面白い、そうだなんか結構このこの立ち合いの打った軌道の球がすげえきつそうなんで、それを見て爆発しないといけなさそうな感じですね、そうそう、けどそれさえちゃんとすれば、まあそれができないから困ってるんだよね、それは慣れ慣れ、それか直下で直進して三かぶれを見せるっていうのもありなんで、そう結構この組み合わせ奥が深いと思うんだけどね、お前が言うとなんかそうすっげえ浅く感じるんだけど大丈夫ですか、後ろからのジャンエスジャン、あっとコンボが難しいのかな、なんか若干ジャスティスのコンボめんどくさいですよ、変なジャンプキャンセル直後がめんどくさい感じ、結構その KNB が頭の上に来ちゃうとベノム側が何もできないっていう状況に陥るんで、そこをどう攻めていくか、 KNB に関しては全キャラそうでしょ、え KNB に関しては全キャラそんな感じがするんですけど、あそう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 、けどベノム側は本当にあのイノとか大木とかあるんだけど、ベノム側は何もすることはないんで、あそこからどうやって攻めていくのかなっていうのがジャスティスの攻め手になるんですね、はいただこのエースが結構ジャスティスに有効なんで、まあ、それを KNB で消しちゃうっていうのが、はい、え続きねえのかよ、ちょっと直球しないで、あと投げ漏れて、タッチピリタッチピリ、エース、スティンガー投げを決めて、ジャン、ヘイ、ハイ、リーガー、S、ハイ、リーガー、さあ、しかし、ミカエル、これカウントヒット、受け身、おっと、危なかったか、前に出すが、さすがにこれは反応間に合わず、勝ったのはフィノメノメン、でもやっぱりエースの処理が、ジャスティスが困っちゃうんでね、今、最近探してるんだけど、なかなか見つからないのよ、当てみとりゃええねん、え当てみとりゃええねん、当てみ弾があるじゃん、弾知らねえよ、当てみとりゃええねん、弾とかありますよ、当てみとりゃええねん、あほら期待したいボブさんのビューです、期待で弾後がないのかな、こちらのチーム、そうそう、エクスニスなんですね、すでに同キャラはということで、まずはボブさんが出ておりますただやっぱちょっとあの機動力が下がったことによって近づくまでが本当にクリフ側きつい感じがしね、こういう球を打たれてしまうとめんどくさい、マイステップでタッチピー8ぐらいの高さだったら、まあ低姿勢ということで回避できるんですけどもね、えやっぱり機動力が下がっちゃってるからね、そう言ったじゃねえかお前、そこがサンディから当たらず、 S サイのここは組み合わせ的、まあ触ってしまえばなんとかね的を絞らせないように捉えてピオレイからのこのコンボやばいんです、ああもう一回これ最大ためからの大きい全部ホイ、そしてユーリフレイムはコリッツ中段を立ってる得るのよ、あれやばいっすよ、なんかエディとかにも決めてるとか見たことあるんですけど、すげー減ってるっすわ今の、すんごい減るのよ、何やお前、さあ頭蓋彩から奥攻め、ジャン入った、あそー頭蓋彩、頭蓋彩じゃないです、ごめんなさい、ショートしです、さあ2敗確認から飛ばして一気に勝負を決める、そして最終ラウンド、さあ S スカッション投げ、あーやってしまった、かなり有利な状況でジジイが迫る、ジジイこの F 式の中段が強いんだよね、そうだよみんな知ってるよ、困るよ、さあしかし遠距離戦、さあ空中投げ、耐久が若干弱そうな感じがするんで、こういう空投げの上手い人が使うとね一層プレッシャー出ていい感じですね、ESからこっち裏めくりから足払い、あー当たってしまう、ガンは取られないが、レフィー方向大きさめ、ユーリフレームを取りつつめくり
そしてまだ終わってませんが、優勝したかのような盛り上がり。本当は立ち回りめっちゃきついと思うんですけどね。俺もちょっとサブキャラ使ってやってよ。味方のタイル戦争の使いやばい、カード変えてやがる、やばいこれ、カード変えてやがる。これは大阪 B の友人が出たぞ。大阪さんマジで一回病院行くことをお勧めします。目が痛い、目が痛い。まずは目を、目をやる。これはやばい、ズハイさんへ返していく。大阪さんの二重人格が出てきましたね。なんでディーバプレイヤーじゃないんや。大阪さん曰く、家に帰ると知らない同人誌が置いてあるとかね、なんか恐ろしいこと言ってるんで、あとアカウントも結構ハックされて、なんか恐ろしいこと書いてるっていうことなんでね、ぜひぜひハックされた場合はね、教えてあげてください。間に合うのか、手打ち投げ。これ続きは普通のニコニコ動画でってなっちゃうかもしれない。さあ、一本選手はこの試合が終わったら次役を一緒取らせていただきます。よろしくお願いいたします。足早からバカボン。バカボン、あんがでかい。一番痛いのが来た。戻ってくる。ラスト失笑越し。沖澄はバックステップ、しかし構わず投げる。よいしょ。立ち系マイピー。総合からのノーゲージ使いさえ拾って、沖澄は S ハイから歩いて投げる。おじいちゃん、ほい。そしてバカボーンと。表、体力が取らす。アップは回復させない、喋れない。さあ、ドーナツが欲しがったが、ここは取り返していく。モノクリフ、ただ開幕バコーンさっきからラッキーンが出ています。ラッキーンがんってむずいよね、発音ね。これ確率何パーだっけ。知らん、俺も知らん。お前知ったかしようとしたんだお前、うん、殺すぞお前。さあ S からタスピン拾い、バッ、おーなるほどね、まだ運が出てる、ラッキーラッキー、美味しい。落としてバカボンがされ、重なってない。おーデッタングル、転生当たらない。足払いから B 方向、有利フレーム取って上を見る。そしてバカボンが迫り来る。 FB 方向毒があるので、ここは一旦停止と思いきや、バカボンとお説教。さあ、大阪さんの二重人格が殺されてしまって、次の試合です、次枠。じゃあ次枠いきます。次枠いくんで、ちょい待ちで、え、終了。さあ、試合終了か、ごめん。そんなわけで、最終的に6対6となりましたけども、優勝チームはボブクリフ、AGF アンジ、アインカイ、カズスレイヤー、ザリーベナム、トンジャスティスチームとなりました。おめでとうございます。ただ本日ね、前夜祭、おい、前夜祭がね、前日予選と被ってしまったために、今週の土曜の 3-on-3 大会を 5-on とさせていただきましたが、まあね、今週ね 5-on やったんで、皆さんは前日予選出たい人はね、ぜひぜひ頑張って金切符目指して全日予選頑張ってください。本日の大会もお疲れ様でした。この後も同じでよろしくお願いいたします。